皆さんは、宮前グレン隊という、半グレ集団を、ご存知でしょうか。関東連合を構成する暴走族の中でも、ブラックエンペラーに次ぐ勢力を持っていたのが、宮前グレン隊でした。関東連合 OB の多くが、三立新一率いる、英副長ブラックエンペラーの出身でしたが、宮前グレン隊元総長の、柴田大輔は、かなりの影響力があったとされています。関東連合内では、三立ら昭和53年世代にはかなわなかったものの、現役時代の凶悪さでは、ブラックエンペラーをしのぐのではないかとも言われているのです。彼らは一体、どのような集団だったのでしょうか。今回は、宮前グレン隊が起こした事件と、有名メンバーの現在について、当時のエピソードを交えながら、ご紹介していきます。宮前グレン隊は、東京都杉並区久我山にあった、暴走族久我山狂乱連盟の派生グループとして、昭和46年生まれを中心に結成されました。当時、関東連合は、暴走族として広く知られていましたが、その頃は、六本木クラブ襲撃事件を起こした、三立世代とは別物で、宮前グレン隊も、まだ合流していなかったようです。また、この時代、東京には、多数の不良グループが存在していたため、結成したばかりの宮前グレン隊は特に目立つ存在ではありませんでした。その結果、宮前グレン隊が巨大化することはなく、組織の存続自体が次第に危うくなっていきます。しかし、そんな彼らはある事件によって変貌するのです。その事件とは、暴力団による暴走族狩りでした。事件が起きた当時は、暴力団に対する法的な締め付けが今ほど厳しくなく、半グレというものも存在しませんでした。つまり、裏社会で生きていくためには、本職としてヤクザになる必要があったのです。そのような時代において、組織に属さず、ただ悪さを重ねる不良少年たちを、ヤクザが見過ごすわけがありませんでした。その結果、暴走族狩りが頻繁に行われるようになり、これは、宮前グレン隊も対象となります。そして、五代目にあたる、昭和50年世代の一人が、指定暴力団住吉会の、土師田一家構成員に襲われ、命を落としたのです。これがきっかけとなり、特に大きな動きを見せていなかった、宮前グレン隊は、組織としての変貌を遂げます。仲間の仇を討つため、五代目総長が、組織の完全復活を図り、ヤクザとの抗争にまで発展させたのです。この抗争を通じて、宮前グレン隊は、武闘派集団として、裏社会で名を馳せるようになります。また、彼らの抗争は、ヤクザだけでなく、他のチーマーや、暴走族にも及び、勢力を拡大していきました。しかし、彼らは基本的に、素手での喧嘩を好んでおり、不良でありながらも、一線は越えないようにしていたようです。ですが、7代目の昭和53年世代になると、残虐王子との異名を持つ、三立新一が、裏社会に現れます。この三立新一という人物は、関東連合のトップだった男で、現在は、六本木クラブ襲撃事件の主犯格として、指名手配されています。彼の登場によって、宮前グレン隊は、関東連合に加わり、三立の下で動くようになりました。これにより、彼のやり方が浸透し、武器を使った争いや、集団での奇襲など、五代目では、タブーとされていた行動が目立つようになったのです。そして、関東連合の中でも大物とされる、柴田大輔が、八代目総長に就任すると、宮前グレン隊の凶悪性は、さらに悪化しました。柴田は、以前から三立との交流があったようで、彼からの影響を強く受けていたのです。三立は、残虐王子との呼び名の通り、勢力拡大や、利権のためには、手段を選ばない人物でした。そして、以前から、武闘派集団として知られていた、宮前グレン隊が、そうした手段を取ったことで、関東連合内においても、圧倒的な存在感を持ち始めます。実際、この昭和54年世代には、柴田をはじめ、六本木クラブ襲撃事件の実行犯として捕まった、桃井茂の兄である、桃井聡なども含まれています。しかし、このような組織の凶悪化についていけなくなるメンバーも出現し、逃げ出すメンバーが続出したようなのです。これにより、昭和55年世代になると、宮前グレン隊の勢いは、一気に弱まりました。その後、昭和56年から58年世代にかけては、少しずつ勢いを取り戻しましたが、全盛期の勢いには及ばなかったそうです。そして、その世代以降のメンバーは、三立率いる関東連合 OB には含まれなかったため、宮前グレン隊の名前を聞く機会も一気になくなりました。
このようにして、昭和54年世代のメンバーが中心となり、裏社会で悪名を轟かせたわけですが、現役時代の彼らは、どのような事件を起こしたのでしょうか。宮前グレン隊が関わった事件の一つとして、新宿ジャックス抗争事件があります。1997年、関東連合幹部となっていた柴田大輔が、抗争相手の新宿ジャックスメンバーに武器を持って襲いかかったのです。この新宿ジャックスのメンバーには、今は伝説の不良兄弟とされ、後に関東連合を壊滅に追い込んだ木村兄弟も含まれています。これによって、事件を起こした柴田は逮捕され、特別少年院に収容されました。次に、宮前グレン隊が関わった事件として、東洋ボール事件があります。2000年5月11日、東京都世田谷区で、暴力団組員の原田秀俊が敵対グループ、全共連合相続と争った際、彼の車が壊されました。現場では、それ以上の事態には発展しなかったものの、原田は、この報復を企て、宮前グレン隊を含む、関東連合のメンバーと、暴力団組員が集められたのです。そして、2日後の午前1時頃、東洋ボール事件が発生します。被害者は、寿司職人の見習いとして働く、当時18歳の少年で、抗争相手の全共連合相続とは無関係の人物でした。では、なぜそんな人物が襲われたのかというと、これは単なる人違いだったのです。襲撃メンバーは、大田区にある東洋ボールというボーリング場の駐車場で、友人たちとダンスの練習をしていた少年を、抗争相手だと見間違え、襲いかかりました。襲われた少年たちは、慌てて逃げようとしましたが、その中で、被害者の少年だけが逃げ遅れてしまい、その結果、悲惨な事件が起こってしまったのです。その後、襲われた少年は、病院に搬送されましたが、翌日に息を引き取ってしまいます。この事件により、石本太一や伊藤理音などを含む、多くの逮捕者が出ました。最後に、宮前グレン隊が関わった事件として、大森デニーズ襲撃事件があります。東洋ボール事件の直後、宮前グレン隊を含む、関東連合のメンバーが起こしたこの事件は、大森にあるファミリーレストラン、デニーズにいた、洋画喧嘩会、OB の2人を、約8人の襲撃メンバーが連れ去り、暴行を加えたというものです。この襲撃メンバーは、東洋ボール事件のメンバーと重なっていたことから、しばらくして逮捕されています。これ以降も、宮前グレン隊 OB は、複数の事件を起こしていますが、現役時代に起こした中で、大きく報道されたのは、この3つです。では、このように、宮前グレン隊は、数多くの事件を起こしましたが、その中核を担っていたメンバーは、一体どのような人物だったのでしょうか。ここからは、その組織の中心人物として知られる、有名メンバーについて、詳しくご紹介します。まず、柴田大輔についてです。彼は、宮前グレン隊の中でも、特に知られた、大物アウトローで、歴代総長の中でも、最強最悪の男として知られており、その世代では、かなり恐れられていたと言われています。2000年に、特別少年院を退院した後、東洋ボール事件に関与したとして、麻布警察署の留置場に収容されましたが、最終的には、証拠不十分で釈放されました。本人は、事件に関わった事実を否定しており、後に、工藤昭雄というペンネームで、関東連合に関する暴露本を執筆しています。しかし、彼は2021年に、自宅で謎の死を遂げているのです。現在は自決と判断され、捜査は終了していますが、六本木クラブ襲撃事件の後、見立てと決別していたことや、暴露本を出したことによって、関東連合メンバーから脅迫を受けていたことから、一部では他殺の可能性も指摘されているのです。ただし、これらはあくまで噂に過ぎず、実際の真相は依然として不明です。次に、伊藤理音についてです。彼は昭和58年世代のメンバーで、関東連合の名を世間に広く知られるようになった、市川海老蔵暴行事件を起こした人物です。また、東洋ボール事件などを起こした過去を持ち、懲役1年4ヶ月の実刑判決を受けています。出所後は山口組系暴力団の構成員となりましたが、2年ほどで破門されました。2018年には沖縄で極竜会系の暴力団員9人と武器を持って応戦し、その結果激しい乱闘騒ぎへと発展したのです。この争いは SNS でも広く拡散され、世間でも話題になりました。しかし、それ以降、伊藤の消息は不明となり、特に目立った行動は起こしていないようです。
ですが、今の収入源は振り込め詐欺で、拠点を持たずに、車で移動し、場所が特定されないようにしているという噂もあり、2024年現在も、都内のどこかに潜んでいるとも言われています。次は、桃井茂についてです。彼は柴田が総長を務めた8代目宮前愚連隊のメンバーである桃井聡を兄に持つ人物です。桃井は昭和57年世代のメンバーで、柴田が関東連合を去った後も見立ての下で組織に残り、彼らと六本木クラブ襲撃事件を起こしたとして逮捕されました。裁判では襲撃メンバーの中で最も重い懲役15年を言い渡されており、現在は刑務所に服役しています。最後に、大竹正文についてです。彼は、柴田大輔が総長だった、8代目宮前愚連隊で、副総長を務めた人物です。武闘派として知られる、宮前愚連隊の中でも、特に腕っぷしが強く、切り込み隊長的な役割を担っていたことから、都内最強と呼ばれていたほどでした。そうして、数々の暴行事件を起こしたことから、警察にマークされることとなり、現役時代は複数回少年院に収容されています。しかし、退院後はアウトローの世界から足を洗い、ボクサーとして活躍するようになりました。このように、宮前愚連隊 OB には、更生していく者も数多くいたそうで、現役を引退した後も、見立てと行動を共にしていた多くは、関東連合の壊滅を受けて姿を消したり、何らかの事件に関与していたとして逮捕されています。関東連合の中でも、特に危険な武闘派組織として知られる宮前愚連隊は数々の事件を起こしましたが、その中には無関係の一般人も巻き込まれており、その凶悪性は計り知れません。今回は宮前愚連隊が起こした事件と有名メンバーの現在についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。またこの動画が良いと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。